の牧羊犬種の一つで、ある。別名は、ピレニアンシェパードドッグロングヘアード、シャンドベルジェデピレネーズ。ピレニアンシープドッグスムースフェイスドは、これの改良版の犬種である。先祖は超古代犬種の一つで、紀元前7000年から6000年頃に、クロマニオン人によって飼育が行われていたのでは、ないかとも言われている。このことに関しては、 フランスの新石器時代の地層から、本種の先祖の犬骨が発掘されたことにより、裏付けられている。しかし、本種そのものがいつ頃犬種として成立したかは、はっきりとは分かっていない。およそ紀元何年前後頃に誕生したものであると、推定されているが、異説もあり、決着はついていない。とはいえ、数ある仮説の中で最も新しい年代に、 誕生したとする説であっても13世紀に誕生したものであると見積もられているため、どちらにせよ本種が古代犬種であることに変わりはない。主に牧羊犬として羊の誘導を行うのに使われている。同地域原産のグレート、ピレニーズとコンビを組んで仕事を行い、本種が羊の管理、誘導、グレート、ピレニーズが羊の護衛を行うような役割分担が、 設けられていた。本種はもっぱら、ピレネー山脈の作業圏として使われてきたが、第一次世界大戦が起こった際には小柄な体で、賢いところを買われ、軍用圏として徴兵された。軍用圏としての任務は、飛行機から地上へパラシュートをつけて降り立ち、特定の人物のもとへメッセージを伝える、伝令圏、隠れた敵の軍人を探し出す、偵察圏、 怪我人を探して救急箱を届け、本部に怪我人がどこにいるのかを伝える、救護犬などとして働くことであった。しかし、劣悪な飼育環境や過酷な任務、主人から引き離されたストレスや敵軍の銃弾などによって、多くの犬が命を落とし、第一次世界大戦の終結後は、絶滅寸前の危機に追いやられてしまった。 このため、第二次世界大戦が勃発した際には、軍用犬として徴兵されることがなく、愛好家や羊会の手によって保護されて、原産国外に疎開されるなどして生き残ることができた。戦後は、不思議にも公認犬種として登録され、牧用犬としてだけでなく、ペットや小ドッグとしても飼育が行われるようになった。だが、 現在でも多くは実用犬として飼育されているものが、多く、ペットや、小ドッグとして飼われているものは稀である。フランス国外では希少な犬種であるが、近年日本にも輸入され、国内でもブリーディングが行われるようになった。2009年度の国内登録等数順位は134位中124位で、日本でも、まだかなり珍しい犬種の一つである。コートは、 研修名の通り長毛だが、コートタイプが2種類存在する。一つは顔まで伸びる長いコートに全身を包まれた、ロングヘア。もう一つはそれよりもコートは短いが、スムースフェイスド種より、長めのゴートヘアである。毛色は、フォーン、グレー、ブルー、ブラック、ブリンドル、ウィートンなどで、これに、顔の部分が黒い、ブラックマスクや、 ブラックのティッピングが入ったものもいる。耳は垂れ耳、尾はサーベル型の垂れ尾だが、かつては耳を丸く断耳して立ち耳にし、尾は短く断をすることもあった。胴は、スムースフェイスドダネに比べると長めである。足は細く、引き締まった体つきをしていて、身体能力が高い。頭部は小さめで、マズルは、少し短めである。対抗は、 オス40から48センチメートル、メス38から46センチメートルで、体重は、私有ともに12キログラム前後の中型犬。性格は活発で明るく勇敢だが、警戒心が強くやや神経質である。新しい環境や見知らぬ人に馴染むのが苦手で、この性格のため、第一次世界大戦の折には、強いストレスを感じる犬が多かった。 家族やその犬に対しては、心優しいが、気に入らない場合は吠え立ててしまうこともあるので、家庭犬として飼育するには無駄吠えを抑えるしつけを行っておくことが必要である。多頭いにもあまり向かないが、後輩犬よりも一番に愛情を注ぐことで無駄吠えや、諸トラブルを避けることができる。運動量は普通で、かかりやすい病気は高温多湿の環境下で飼育した際に、 地肌が群れて起こりやすい、皮膚疾患、コートが目に入って起こりやすい目疾患などがある。ありがとうございます。